でこれまあ可愛らしいイラストにしてますけども、要は大きく分けて4つのイラストになります。これあのお洋服のあれと似てますか？似てます。あのカラーのコーディネート、そうです、カバーもあります。でそれをですね、ご自身で、まあ、セルフでできるようある程度ですよ、もっとこう細かい細分化する、あのするには1枚1枚こうやってカラー分析だけでもね、こう1万かけてですねやりますよね。布を当ててとかね、それを僕らはメイクアップの中でどんな方向に行くかっていうのをするために、まあ、上から順番にですね、本当は丸をつけていくんです。そうなんです。それを丸が多い方に、多い方がどっち側ですよ、子供側か大人側になりますね。アントカーブっていうの、そうですね、あのこういう感じですね。でこういう感じの方もいらっしゃいますね。ちょっとこうストレートっぽい感じね。全然違うでしょ。アウト、アントカーブっていうのとストレート、ね、だからこれとこれちょうど真ん中ぐらいで考えておくといいかな。だからちょっとあのメイクをキュッとこう強調することによってワイルドとかクールがものすごく出やすいですね。で少しエレガントや柔らかい方にするんだったらちょっとそこを変えないと、このパーツによって逆にせなあかんですね、光沢でね。じゃあその形でやっていきます。それをまた一個一個やっていくとですね、またそのアイラインもこうであれになっていくんです。これはまあ個人でやることになりますんでね、今日はまあこれざっくりでこうでした。そしたら左側の分かりますよね、印象を大きく分けてどんな印象ですかっていうところにちょっと丸していただいて、まあ、全体的にこの印象バランスっていうのは大人っぽいか子供っぽいかとか、情熱的か理知的かとか、男性的か女性的かって、まあ、どっちかに偏っていくと思います、はい、これが一応現状分析です。ここまで大丈夫ですかね、はい、そしたら、もう話ばっかりしてね、あっという間にこの時間経っていくんで、ここから今までのことを分かった上で、じゃあ自分の顔をどんなにやっていくかということをやっていきます。で一番難しいのはアイラインで、その顔の今の印象によってクール系だったらこういう風に描くんですっていうのをやっていきます。でメイクは光と影を意識した質感、ライン取り、色彩、グラデーションで決まります。これあのテーマです。大きなテーマね、質感とライン取り、色彩、グラデーション、これもっと大事な